何かで建てられる。よいしょ。いやだって縦にするとさ、またいろんな見えちゃいけないもの、別に見えちゃいけないもんないんだけど、一応いろいろね、いろんなルールにのっとってるからさ。おー、静かな縦置き見た、今静かな縦置きを、あー静かな縦置きよ、静かな縦行こう、ここっち、うん、まいいかな、うん、うん、ダメかな、縦は縦でね、いろいろ俺がこうする。皆さんお元気ですか、改めてこんばんは、盾です、盾強しです、盾物です。宮だからね、稽古やってんのよ、稽古さ、舞台のさ、もう飲むだからいいお酒ですよ。ただ各スタッフさんからね、宿題を出されるんでね、その宿題を考え、すべてのセリフが入ってるわけではないんでね、この人ね、インのスターをやってね、サボってるっていう風にね、スタッフさんにバレたら大変です。まだ決めなきゃいけないことがあるのに、それでもね、今日もね、何を思ったか2万人の人が見てくれるんですけど、この舞台の稽古とね、この充実した感じをね、感じていただいて、よかったら見に来ていただきたいなっていう宣伝とともにね、改めて本田力くんがくれた差し入れをね、一人で食べるよりも誰かと食べた方が美味しいじゃないかと、ビール入れますわ。っていうことですよね。ってことですさ。で、家で一人ビールということで、皆さんに合格とともにこの一人ビールを皆さんに付き合っていただいて、心配しないでください。こんなの残しませんから、こんなインスタライブのね、まあ朝やってた時もそうですけど、もうどうしたの、もう2万人見に来てくれるから、なんもないよ、いつも通り私のインスタライブは。もう今日はビール飲んでるからね、ほんとね、舞台のねスタッフさんとも10年来なんでね、皆さん毎日毎日話し合って、毎日毎日パンクしてる、テンパってる私をみんなは見てるわけですから、僕よりもねスタッフさんの方が疲れるんですよ。テンパってる人見ると疲れるでしょ、ムロ式やるとね、ムロそうなるのよ。まあ、逆に何も決めなかったらね、その話が進まないからさ、それもあってさ、もともと物事を決めるタイプじゃないよね。じゃあなんでやるんだって話よね、本当に。だけどやるのよね、バカだよね。まあ、ただ今回はね、ムロ式という舞台はね、8000円取るんですよ、皆さん。始まった時は確か2800円、3000円。まあまあそれぐらいだったと思うんですよ。劇場もキャパ110、120だったかな、110だったかな、そういった劇場でやってた時から、今や読売ランドの野外公演、大阪緑地公演、太宰府天満宮、福岡はね、そこでやる、8000取るわけですから、劇場どうこういうよりもね、だってね、映画は1800円で見れますからね。うん。そこと戦うしかないですもんね。しっかりね、向き合うしかないなと思って。高いよね。の学生さんとか見て、今高くて辛いって書いてあるけど、そりゃそうよな。わかる。わかるぞ。
いろんな、まあお金がなきゃできないこともあるし、お金をかけないでできることをまた探しますけども、今回は8000の舞台です。それでもなんとか皆さん見に来ていただきたい。もちろんこんなご時世だから何度も言うが無理強いはできんな。いつもなら無理強いするけどな。まあそれでもね、よかったら見に来てほしいなと思います。今回室敷はさらに今回ひっそりメイキング撮ってるんですね。あの一回学生さんで撮ってもらおうかなと思ったんですけど、ちょっと今回あの稽古場の人数をあんまり増やせない問題だとか、でも学生さんを選ぶ基準とか選び方とかが確定してないまま、私がまあ思いつきでしたけどね、思いつきってちゃんと前置きしましたが、つぶやいたことによって皆さんのいろんなご意見お気持ちをいただきましてね、またいつかやりたいと思いますが、まあ、どういった記録を取りたかったっていうことをちょっとスタッフさんないというか、まあ、ある意味プロの人にと相談して取っておりまして、まあ、こういうものを取りたかったんだよっていうことはどっかで出そうかなと思っております。まあ、またそれを見てちょっとそろそろ一回第一本みたいなすんごい短いやつですけど稽古場風景出して皆さんによかったらね見たいと思っていただけるか考えてもらおうかなと。いやごめんなさい、飲み使ってもらっちゃって、ほんと稽古終わりそのままだからさ稽古着。まあでもまだ私が住んでる東京ではね9時までしか飲食店も営業できないんで、外あんま飲み行きづらいですけど、こうしてね皆さんみんないっぱい見に来てくれて、本当に普通こんなね、インスタライブダラダラまあでも皆さん手洗いうがいして楽しくやっててください。いや残さないけどさ、今日のこのインスタもアーカイブってやつに、舞台がね面白くね、こんなことあんま言わない方がいいの決まってんだけど、着々とやってんのよね、珍しく。長野もんだとさ、西野渚ちゃんっていうね、渚さんっていう初めて一緒にやらせてもらう女優さんも含めてさ、あとは長くやってるかスタッフさんとさ、本当にね見に来てもらえる人は楽しみに、見に来れない人はなんかうまく想像して、うん、温かいね、そんなねつまんなおじさんのお酒飲み見てもしょうがないですよ。ただ今回おじさんが作る舞台は正直みんながあんまり見たことないようなやり方で舞台を作ってますんでね、稽古終わりで一人で飲んでるこのおじさんは全く面白くないですけど、今このパンク寸前まで稽古して迎えた本番のおじさんはって感じです。そこまで持っていきますよ、すいませんね、ビール付き合ってもらっちゃって。あ、何食べてるんですかっていう質問が多いんですけども、今日は舞台の共演者の本田力くんが差し入れしてくれた
お魚弁当を食べてます。皆さんあんまり初めて見る方もいると思いますけど、去年の4月とかよくやってたんですけど、夜もこうやってこうやってダラダラまあまあ続けられちゃうタイプなのよ。だから早く切んないと、中身何もないのよ本当に。中身何にもないのにずっとこうやって、おいしい本ちゃんのお弁当。本当にダラダラ、このインスタライブはね。いやー舞台見に行ってほしいな。こんなご時世じゃないけどもっと言えるのにな。東京は、東京の夜はちょっとよみうりランドのちょっと大きい広場使うんですけど、暗くてやっぱり未就学児ちゃんさんくんは危ないんですよ。迷子とかなった時にやっぱりいろいろね危険も伴うし、そこはまずいなと思って無理なんですけど、地方大阪を福岡の昼は多分大丈夫にしたのかな。ちょっとごめんなさい、確定、僕もちょっと今舞台作りに夢中になっちゃったんですけど、まあそのちっちゃい子たちは申し訳ないんですけど、ぜひね小学生のお子さんとか連れて見に来ていただけたらいいなと思うような舞台作りをしております。うん、子供たちが笑えるような、もしくは笑ってくれるのか、笑えなかったらねもう時代遅れのおじさんってことを明確に分かるでしょうし、分かったら分かったらまた次ね時代遅れないおじさんを目指して頑張って生きるだけですから、今は全力で私が面白いと思うことをですね舞台に乗せてやりたい所存でございます。ビールが進んできましたね。ビールがね、なんかそんなこんな話の中、今日何日でしたっけ ?23 でしたっけ ?20? ん?もうね、日にちも分かんなくなってくる。怖いんですよ、日にちが進むことが。もう、初日が近づくんで。25に、ヨーロッパ比較の YouTube チャンネルで多分生配信すると思います。久々のヒードッキーの副部長の上ちゃんと、今回、室敷に出てもらえるヨーロッパ比較の長野と本田と、なんか4人で生配信できるみたいなので、そこでもちょこちょこお話しますけど、いやー偉い、ここでもちゃんとこういう宣伝して、室さん、ちゃんとそのヨーロッパ比較のね、生配信の宣伝もしたよ、上ちゃん褒めてね。今さ、稽古はさ、これ、演出もやってるんだよ。生地かこう作品作りというものに関してはちょっとこう偉いっていうか僕のジャッジがあるから怒られることもないけど、正直褒められることもないからまあたまに気遣って本田と長野が褒めてくれるんだけど、あそこ良かったよとか、ここいいねとか、今の意見いいわとか、まあ、それに乗せてもらってやってる次第です。ですから今までの3年前の室敷は僕の室の演出を見てくださいとか思わないですけど、思わないというかみんなで作った舞台ですけど、まあ、今回も長野や本田やスタッフさんの意見をもちろん取り入れた上で、まあ演出してますってちゃんと名乗ってね、いつも名乗ってますけど、ちゃんともうちょっと色濃く名乗って作品作りしております。あと脚本の藤木さんの意見とかもね、すごく意見じゃないアイディアとか
くなってるんでね、すごいんですよ今回、ね、本当に見てほしくて。音楽はスカパラさんですよ皆さん。今回室敷のために作ってくれた音楽ね、いや打ち合わせも何度もしましたし、ちょっと前に完成して、でその曲でまあいろんな転換とか言われるね、舞台でいうと転換とかなんかいろいろやってるんですよ。なんかスカパラさんのファンが見ても、ああ室なんぞに、室なんちゃらに舞台を、室なんちゃらの舞台に音楽を提供しても、これはまあ良かったなと、スカパラさんのファンにも、スカパラさんの皆さんにも思っていただけるような舞台作りを目指し、自信を持ってお届けできるものを見せる約束はできるおじさんでございます。うまいね。何も皆さん、私もですけど、体壊さずね、ありきたりなことしか言わないけどさ、ビール飲んでもさ、もう一杯飲むか、うん、よしよいしょ、待って、これいなくなってなんか変なもん見えない、多分大丈夫だな、大丈夫かな、俺が一回いなくなってから1000人増えるのやめてもらっていいですか、俺が次の飲み物、飲み物取って無人の時に1000人増えるのやめてもらっていいですか、いいんですけど別に、まあいいんだけど、うん、うめ、ビールがうめえな、焼酎いこうかな、そろそろ最初のビールね、その後焼酎よ、あ、そっか、よいしょ、焼酎を持ってきた、なんでだからいなくなって出てきた1000人増えてんの、焼酎のソロ広告やらせてもらってるイチコ飲みきってたわ、この前みんな来て、みんなっていうか2人ぐらい来て、よいしょ、なんで1000人増えるんだから、いなくなったら、前の朝のインスタライブもそうだけど、終わろうとすると1000人2000人増える、そんな増えてくれるんだったら、よいしょ、ありがたい話だぜ、はい、もういいチコに移動しました、うめえな、どうですか皆さん最近は、どうなの、
よいしょ。うん。こんなさ、のんびりさ、飲んでインスタライブやるの、スタッフさんにバレたら、何やってんだよってなっちゃうから。まあ、いっか、バレても。仕方ないな。それが俺だからな。バレたくなかった、ないんだったらやってねえしな、正直な。しょうがねえな。な、なんもないだろう、中身。中身ないのにどんどん増えるんじゃないよ。あの、今日誰もゲストとか来ないから。ゲストってなんだ、番組でもねえのに。まあ、最後ね、昔の朝のインスタライブはね、いろいろやってきたけど、あ、最近後藤に連絡しないのは元気かな。よくテレビでは見てるけど、うん、いちこうまいね、いちこうまいよ。すごいね、最初ね、もちろん2万人の方が見てくれて、1回4000人減って1万7000人になって、全く通常モードになって、中身何もない話したら 2.1 万人になった。みんな、一つお伝えしたいことがあるんだけど、もっと他に見るべきものがあると思う。絶対他に見るべきものあると思うよ。まあ、あと5分で9時だから9時でやめようね。皆さん見るべきものを見よう。稽古終わりの2杯、3杯目のおじさんを見る時間ではないよ。でもありがとう。一人で飲む時間をね、こうして皆さんが付き合ってくれたこと、また明日からの舞台作りに反映させます。まあ、どう反映させるかは全くアイデアないですけど、まあ、今口から出任せを言ってますが、皆さん慣れたものでしょう、室の口から出任せは。ねえ、お、増えた、どうした、あ、減った。これ見てる、見てると傷つく時もあるけど、嬉しくなる時もあるな、これ。ダメよね、数字って怖いよね、見るとね。そ、なんか結果みたいになっちゃうから。あと、そうだ、最近で言ったら、あれですか、見ていただきました、俺の家の話とか。ねえ、嬉しかったです。中地さんとお芝居できたこと。塚本君には会えなかったんだけど、江口、ごめんなさい、江口のり子のこと、ちょっと年下の、役者としての関係で江口って呼び捨てにしますけど、江口にも。とやりかちゃんにもね、もちろん会いましょう。桐谷君とも久々に会いましたしね、同じシーンで。ケントとも、長山ケントにも会いました。お芝居できた。とにもかくにも IWGP の時に全く仕事なんてなかったバイトだけの役者やつで、 IWGP を見て同じ年代、それよりも下の皆さんがあんな面白いドラマを作ってるの、出てるのを見て悔しがってた室青年、憧れの IWGP、 そんな主演の永瀬くんに、まあ、うぬぼれでかって一緒にやったんですけどね、また久々に共演できた喜びありますわな。あと、まあ、あの、これからも A スタジオですとかいろいろ出させていただくんで、その都度ついのタツイッターとかでご報告させていただきます。先ほどツイッターであげた写真のつまみはもう全部なくなりました。本当にあのゆっくり食べるってことを本当に学びたい45歳です。あ、そうですね、ショーチャンネルというね番組を出させていただいて、持ち込み企画みたいなのをやらせていただきました。ありがとうございます、本当に。
いろんなところに出させていただいて、室敷の宣伝もさせていただきました。本当に本当に感謝しかありません。だからこそ面白い舞台を作って恩返しできればいいなと思う次第でございます。恩返しじゃないですね、当然のお返しですね。どうだ、みんなそろそろ切る準備できた？あと2分ね。あと2分。鶏天美味しそうだったでしょ。そうなんだよ、鶏天美味しかったね。てか美味しいのよ。もうね、帰っちゃったけど、おかみさんはまたいつかお会いできますように。まあ会えますけどね。何かいろんなものが、条件が落ち着いたりしたら大分に行こうかなと思ってますし、大分にも行ったことないんですよ、基本。どっかしら行ったことある気がするんだけどな、撮影で。ちょっとそれも定かではないので、熊本はありますけどね、佐賀もありますね。乾杯で、鶴瓶に乾杯。鶴瓶さんの、鶴瓶さんに乾杯だったら番組違うわ。鶴瓶の家族に乾杯だわ。呼び捨てにしちゃった。そうね、TikTok ね、TikTok 俺にはちょっと難しいわ、あれ皆さんすごいね、若い世代の皆さん、 TikTok のアイデアとか。さあ、あと1分。皆さんありがとうございました。長々すいませんでした。ご心配しないでください。この何もない動画は残しません。またね、またゆっくり稽古状況や稽古の合間とかまたやりたいと思います。さあ皆さん、今日も残りあと3時間でございます。今日という日が残り3時間ね。どうかどうかいい夜を、いい睡眠を、またまた明日いい朝をお迎えください。じゃんねのみ付き合ってくれてありがとうございました。舞台作りをしているムロツヨシでした。よかったら見に来てください。皆さん無理せず、それでも毎日毎日楽しんでくださいね。飲み付き合ってくれてありがとうございました。